勅使河原でございます、渡辺です、ここであのお聞きいただいているリスナーの皆様に一つだけちょっとご報告があります、この番組でもずっとあの手伝いというか一緒にやってきていた、D 様こと、銀プロダクション所属の熊切由香が、亡くなりました、44歳っていうねすごい、若い年齢で、急に行ってしまったので僕もすごく驚いてます。まあ、あのお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、事務所の中ではまあね、知ってか知らずかみたいなところありましたけど、まあまあ、僕の神さんでございました。本当にね明るくて快活な、もう素敵な奥さんだったんですけど、で、まあ、残念ながらそういうことになりまして、この番組も本当は辛いんでやめようかなとも思ったんですけど、ちょうど亡くなる直前の LINE のやり取りを見ていたりとかして、まあ彼女が残してくれた財産だと思って、まあ、少ないリスナーさんね、なんですけどまあ皆様聞いてくれる皆様もいらっしゃいますので、まだ続けていこうかなと、続けないと化けて出てきそうなんで、まだもうちょっと頑張ろうかなと思います。オープニングからちょっとしんみりしてしまって申し訳ありませんけども、今後とも勅使河原並びにメンバー一同、どうぞよろしくお願いいたします。では改めまして、ボイスラブネットワーク火曜日、渡辺一茂の勅使河原。はい、というわけで改めまして渡辺でございます。すげえいっぱいだから、はいはい、ね、あのもうオープニングのは引きずらないつもりだったんだけど、まあそういう状況だから俺も頭の回転が鈍ってて喋れねえからいつものメンバーに助けてもらおうってもちろん思うじゃない、ね、思うでしょ染谷さん。そうでしょ、染谷さんはいるっていうことが分かったね、これでね。ね、はい、後のこのクソバカ野郎どもはどこに行ったんだと、俺がこんなに辛い時に。ね、おい、収録前にその D 様が座ってた机のところに遺影と水を備えるって俺すると思ってなかったからね。ね、それくらいの状況の中でよ、お、近見どこ行った？おい、おい、近見とお前あろうことか外野までいねえじゃねえか今日この野郎。おい、でなんだ、 あれか、訂正しろって言ってたな、うん、言ってたね、ミカド君、リニューアル後出てたんだね。出てました、1回目から。2回目によっぽど喋ってなかったか、よっぽど影が薄いか、俺が大嫌いかのどれかだよね。この喋りで言ってると3つ目の可能性が強くなってくるけど、まあまあまあね、はい、というわけでそのミカド君が、今日のテーマをこうしたらいいんじゃないかってアイデアを募ったところ、はい、あの出してくれたのがあるわけだ、はい、ね、ありますね、ご披露いたしましょうかね。ザザン、広島東洋カープ25年ぶりの優勝にあたり皆さんの25年前の話を聞こう。さあよっよっよっ。さあ、じゃあ僕が今座っているところから、はい、今日お手伝いに来てもらってる人、はい、どうしようかな、反時計回りがいいかな、はい、ね、多分ね、うん、反時計回りに名前と年齢を言ってください。はい、はい、どうぞ。はい、22期の相浜海人です。年齢は22歳です。うん、同じく22期の酒井優子です。年齢は22歳です。うん、うん、あれあれ時計回りですよ、時計回りですよ、半時計回りだからね、時計回り、時計回りでよかったなって今思ってるけど、うん、どうぞどうぞ、うん、はい、19期森田ゆかりです。はい、まあ、何期っつっても聞いてる人分かんないけどね。そう、言っちゃった。いいけど、はい、うん、で、年齢は不詳なのね。はい、今さって言っちゃったよね。
まあそれくらいってことにしようかね。はい、はい、そして同じく22期の脇名翔です。年齢は26でございます。はい、はい、で森田さんなんで立ってんの？なんで私、森田は、うん、はい、髪を切りにおー手伝ってくれんじゃねえのかよ。始まってそうそう、おい髪を切りに行ってまいります。おいオープニングで流した涙も乾いちゃうよ。どうすんだよ。髪を切りに行ってまいります。あーもう D 様が多分ザンバラ髪にするよ。乗り移って本当に。はい、じゃあ予約の時間もあるでしょうから、はい、いってらっしゃい。お疲れ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。こういう会はさ、俺を慰めるとかで叱るべきなんじゃないの普通。でしょ、ねえ、あといい、聞いた、みんなの年齢を聞いた、ねえ、最初の2人もういないよ。ねえ、いないよ、はい、マイナスだよ、マイナス3歳とかだったよ、ね、そうですね、脇野くんにいたら2歳だよ、はい、本当ですよ。2歳、1歳、僕1歳、1歳か、はい、な赤いぐらいしかの認識は多分ないよね。さすがに覚えてないもん、そんなの。1歳、全然記憶ない、ね、1歳の記憶ないよね。俺だって確かにカープの25年前って優勝したの覚えてないけど、16だから、16歳だから高校にはなってるから、はい、まあまあ大人ですけど。大人ですけども友達のいないね。髪の毛とかもなんか無駄にそのまま伸ばしてったりとかして、眉毛にかかるとかかからないとかじゃなくて、下まぶたより下まで髪の毛があってそのまんまだったから、でオタクっていう言葉が世間にこう認知され始めて、あの怪しくて暗いちょいデブとか眼鏡かけた銀縁眼鏡かけたやつとかがオタクっていう、あの侮蔑する言葉で呼ばれてた時代の人だから、その高校入ってた高校の見たことも聞いたことも、もう喋ったことももちろんない、どうやら2年生か3年生かなんかに、おそこのオタクとかって急に後ろから肩をドーンってほづかれて、えへへへって笑われて、ごめんごめんとか言う、そのふざけ方お前今度会ったら殺す、夢の中でって思ってたけど、あれだる、そんなだもん、俺の25年前。いい思い出は一個もないよねえ。中学校で同級生だったやつと駅で会って、お久しぶりって手を挙げたら横をそのまま素通りされるを何回か繰り返して、あ こいつは僕の友達ではなかったんだな、僕には友達が一人もいないんだなに、それがイコールになっちゃった、あの25年前だよ。だからなんだったら今の俺のこのなんだろう、ちょっとこうハスに構えたっていうとかっこよくなっちゃうね、なんだろう、あの全てを諦めているというか、決定打的にこうおかしくさせたのはちょうど25年ぐらい前で、アニメにもちょっとアニメオタクの方にもちょっと入り始めてて、まさにランマとかを見てた頃だから、25年前、そうだよ、そすごいでしょ、もうさ、あれを収録してたスタジオが潰れてもうないって俺信じられないからね。仕事で何回か行ったけどもうないんだよ。ああそう、四半世紀だもんね、25年って。そうですね。ね。そうですね。って聞くとすごいよね。すごいですね。25年あったら何ができる、何ができるんだ。大卒が一人できるもんね、だから。僕らはまだ成し得てないですからね、すでにまだ。パートナーを見つけることさえできれば大卒を一人だから、大卒初任給をかすめ取るぐらいのことはできるよね。そうですね、親として、クソ親として、はい、ね、クソ親として息子娘の給料をもう片っ端からかすめ取っていくっていう、そう
まあ、その間にもう散々パラ財布の中からかすめ取られてるもお互い行ってこいのね、はい、お前が今まで持って行った分を今返してもらうから、お父さんそれはないよのねどうこれすごい似てるでしょ、えなりかずきの真似を今入れてみたけど情緒が不安定なの俺今理由は聞かないで、冒頭で言ったやつだから、うん、だからね、情緒は確かに不安定です、はい、相当不安定です、はい、だってもうさ広げようないじゃん25年前の話をじゃあ22歳の人に聞いてみる聞いてみますかねえ、はい、うん、どうぞ。生成さえされてないですよ、だって生成まだお父さんの仲良し、そうお父さんの俺今回に限ってはそれを我慢してたのに言うんだね。あれお父さんの中だと まだ生産段階、まだひだひだのだいぶ奥の方でしょ、だからね、順繰りに出てっちゃうから2年であるとね、ギリギリコンプラに乗らないかぐらいですか、ね、大丈夫です大丈夫です、伊集院さんも言ってましたからこれこんな感じのトークは伊集院さんもやってますから大丈夫です、はい、大丈夫です、大丈夫、そう、もう、うん、もう、うん、うん、もうカープって何ですかそっからカープ、うん、サッカーですか、ね、そうですそうです。そうです。どうしようかな。本当ですか。スペインの。スペインのサッカーの。スペインのチーム名。スペイン。ね、万年ね。非常に弱いチームだったのが。そうなんですよ。そうなんですよ。もうね。ブックメーカーも大変な大騒ぎでね、これが優勝したらもうブックメーカー自体が潰れるんじゃないかっていう大騒ぎになったね。あのイングランドのやつとは全く関係のない、サッカーのわけがないだろう。違う、ニュースを見ろ、生まれてないです。カープ女子っていう言葉があるくらいだからね。最近流行り、最近そうなんですよ、もう、ね、ちょっと調べてみます、阪神女子とか、ね、それから派生して、ね、そうそう、うん、野球好きな、ね、あの可愛らしい女性たち、野球って言っちゃったよ、結局ここで言っちゃうのねえ、もうちょっと引っ張るとかさでなんだと思うとかそういうじゃなくて野球のさっつって流れで間違えて言っちゃった感がすげえんだもん。口が滑りましただよね、今の滑ったよね、うん、野球だよ野球だよ野球全然興味ない。あ、話のこれ たださこれ4人いるけどさ、はい、この感じは多分誰、染谷君も入れたら5人いるじゃない、はい、多分全員興味ないよね野球、かろうじて脇野君僕でも小学校の頃から野球やってましたね。あ、そっか。あ、じゃあ染谷君は野球部じゃん。今プレイヤーです。そう、プレイヤーなの？プレイヤーです。なこっちじゃないですよ。実際に。パプロ？じゃないですよ。違うの？はい。銀プロの野球部に入ってます。染谷っていうとあのいろいろ権利問題で染谷って入れなきゃいけないとかそういうじゃないの？パプロの違うの？違う。染谷。だってそんなだったよ、うん、もう忘れちゃったけど昔のやつだから最近のは権利結構ちゃんとしてるから実名使えるもんね、はい、ね、うん、はい、実名使える野球のゲームったら大騒ぎだったんだから、あ、そうなんですね、だって高くなるから、ああ、なるほど、そうですね、球団に権利、はい、ね、申請して払わなきゃいけないんだもんかね、そう大変だったんですよ、はい、もう今ではまた変わって個人名まで出てるのないですかゲームで、何があの ゲームとかでこういろんな個人名出してこう野球の選手だったりとかがこうゲームをそのままのキャラクターといいますかその人の顔写真のままみたいな、顔写真っておかしいですね3D ってそのままできるみたいなゲームがあるじゃないですか、気持ち悪いよね、まあむしろもうすごいね、だって顔は無表情のままで投げてくるんだもんそうですね、もうなんかすごいな、そこまで再現されても嫌なんだけどなんかさ、まあでもそうだよね、うん、見た目がもうそのままだもんね最近のね、はい、すごい、いるのあれ、
はもうその重要性はちょっとわからないですけれど、好きな人はやっぱやるんじゃないですか。うん、そうなの、誰々使いたいみたいな。あの俺の感想を言っていい？はい、日本人って CG 映えしないじゃん。ああそうですね。だからただこれで広島優勝記念みたいなんでさ、なんかがっつり広島にこうさ、広島をフィーチャーしたものが出たとするじゃん、はい、まあそんなこと言ったって結局12球団を全部入れなきゃ野球のゲームとしては成り立たないからさ、パッケージが赤いとかそれくらいしかさないとは思うよ、思うけどさ、なんかあったとしてもさ、結局その外だから何巨人のラミレス監督とかがさ、すげえかっこよくなるだけでさ、日本人は俺微妙だと思うのよね。筋肉だってさ、やっぱり海外の選手に比べたら細いし、メジャーリーグのソフトとかだったらちょっと見栄えはするのかもしれないけど、ちなみにラミレスはベイスターズです。ベイスターズ、そうだよそうだよ、我がベイスターズ、我がとか言ってる興味ないくせにそうだ、もともとが巨人だっけ。もっと巨人、そうですね、あ、はい、ほら、うん、これくらいだもん、これくらい野球音痴なんだもん、まったく困っちゃったね本当にヤクルト、ラミレス、ヤクルト、ヤクルト、ヤクルト、巨人で、もう巨人にも行ったか、はい、で、ね、今ベイスターズの監督です。あ巨人のラミはめちゃ調子悪かったんですよ。やったよ上の人まで出てきちゃって、黙ってられなくなっちゃって野球部監督だからもう、じゃあまあそんなわけでございましてですね、はい、25歳以下の人に25年前の話を聞くでございましたはい、というわけでございましてエンディングゾーンですけどね、まあ無茶のお題でしたね、無茶のお題だったのプラス、まあお詫びなんですけど、まあ毎月第1週目はこれ大事ですからね、月1映画企画今月のこれっていうのをやってるんですけど、見てきた人が俺しかいないという状況になってますから、まあ、ソメヤ君も見たのかもしれないけど、話せませんから距離があるんでね、マイクの場所とミキサーの場所の距離がありますんでね、なので今これソメヤ君喋ってるのも自分の耳でね、ヘッドホン通して聞いてても相当遠くにいる感じになってるはずなんです、はい、でリスナーの皆さんも相当遠くからソメヤ君って言われるとなんかハスキーな声の人が喋るっていう状況になってると思うんですけど、そんななんでここでサイダーハウスがうんちゃらとかっていう話をするともう喉をやられてしまうというねことになりかねませんから、ちょっと10月はお休みさせていただこうかなと、このまんま、はい、なので次週も、通常運転で、はい、行こうかなと、フリートークで行こうかなと思ってます。またですね、番組の感想とかそういうのもですね、リスナーの方からどんどんお寄せいただきたいんですけどね、よろしくお願いいたします。あとはその月1の映画の企画しか現在コーナー的なものがないので、コーナーなんかもね、あんなのどうだろう、こんなのどうだろうみたいなのがありましたら、まあ、そんなのもお寄せいただけると嬉しいかなと、これ今メールアドレスってでも公開してないのかな、ねえ、ボイスラブネットワークのサイトにお問い合わせっていう項目はあります、はいはい、なるほど、はい、そこを使ってもらえばいいのあ、なるほど、ちょっとじゃあその辺は明確にして今後お伝えできればいいけど、まあ、とりあえず、はい、ボイスラブネットワーク内のお問い合わせフォームから勅使河原宛てに、はい、勅使河原
こんなコーナーどうでしょう係とかなんかもういろんなの捏造していただければいいんじゃないかなと思ってます、はいはい。というわけですいませんね、本当にオープニングからしんみりした回になりましたけども、まだまだ続けていこうと思ってますんで、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今週のお相手は渡辺と脇野と酒井と相浜でした。とです、ととと、ごめんなさい、相浜と染谷もいます、はい、はい、でした、でした、はい、次回の更新までさようなら、はい、いつもなり人類の口夢を結ぶ中津新博多マシーズコー